皆さんこんにちは、2センチです。サイコボーイ続きからやっていきましょうか。で、今回で最終回です。というのも7ページ目あるじゃん、まだ。だけどさ、ちょっと私見ちゃって、じゃん、エンドが、でっかいエンドが、特デカエンドが1個あるだけなんだよね。だからちょっとここもね、全部やっていきたいと思います。あー、今日でもいよいよ最後なんだね、サイコボーイ。サイゴボーイなんだ、サイゴボーイになっちゃったんだ。じゃあ26回やっていきましょう。やばい、早朝に撮ってるからちょっと頭おかしいな。言ってることがおかしいもん。サイコボーイってなんだよ。なんか泥棒来たね。なんか典型的な泥棒だね。絵に描いたような泥棒だね。ええ、何あ、サイコくんをタップしたらもう盗むな盗むな。サイコくんも盗まれてしまいました。多分ね、返り討ちに会うんじゃないかな。なんでそんな笑顔でいられるの、教えて。ほんとこのさ、受話器気になるん、電話。おう、お、あしーって、あ、はいはい、黙ってますよって。あ、 お母さん、いや黙ってるな。いえ、サイコくん、あー逃げちゃった、泥棒来てたのって言えよ。てかお母さんの寝巻きかわいい。次は、お、引き出しに乾電池。あー、この UFO かな、ん、違うのかな。 UFO なんだ、これどうすればいいんだ。あ、これ泥棒タップしてみる。あ、同じか、あ、同じか。わかんない。あの乾電池を UFO に入れるんじゃないの。どうすればいいんだろう。あ、わかった、このテレビに入れるとか。なわけないか、テレビ入ってるもんね。なんだ、あ、あ、あ、クッションタップしたっけ。コントローラー出ました。あー、これ UFO のコントローラーか。あ、あー、来た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 。待って、スイスイスムーディースムーディー勝山だわ、ほんと。あ、来た、あ、UFO いたよ、おじちゃん。え、あ、なんだこれ、紐。あ、あー、来た来た来た早っ、手さばき完璧かよ。じゃあここで電話します。これ来たな、これハッピーエンド来たな。おっと、こんなスムーディー勝山のことあるか。あー、捕まった。同じ顔なのよ、警察。え、サイコってそうやって書くのサイコってそうやって書くんだ、感じで。なんかサイキクソみたいだね。あ、CM、OK。やった、クリアしたね。じゃあ、ルール無用の鬼ごっこ、やっていこう。なんかエンド多かったね。あー、お前鬼なーって。かくれんぼじゃないのか。あ、何この縄跳び。ん、私だけど。あ、何、捕まえんの、おい、カウボーイかよ。ハンバーガーキットもびっくりだわ、それは。うわー、ちょっと距離取ってしゃがんで見つめんの怖。もう捕まえちゃったよ、僕みたいな。怖えー。タクシー何、あ、帰るな、帰るな。お家に帰るエンドね、これ。あ、何、タクシーで捕まえ。嫌なやつ。タクシー代持ってんの、お前、ほんと。はい、捕まえた。嫌なこれには驚きを隠せないね、ピンクくん。あ、これ何、あ、外れたぞ。あ、こっち行けんじゃん。え、何、キモ。ごめん、私着ぐるみちょっと無理なんだよね。リアル着ぐるみちょっと無理。あ、な、100円玉みっけ。なんだ、100円渡すか。ん、あれ違うの、ん、なんだ、どうすればいいんだ。え、なに、え、なに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 、なんで渡した、なんで渡した。あー、この帽子の色が水色とか、水色ってこと。あー、なるほど。いや、黄色渡すよ。なんか後ろにいない、なんかおじさんいないあ、え、なんか震えてんだけど、おじさん震えてんだけど。え、いや、よ、アイテムとしてゲットすんな。休ませる、おじいさん。じゃあおじいさん、ちょっとタクシーで帰りな帰る帰っていった。え、あ、何、え、何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 、え、レモネード、あ、あ、100円ある。え、やった、え、やった、やった、はいこれクリア来たな。あー、これダメだな、飲みすぎだろ、100円しかなかったのに。あ、そっか、タクシー代とかあったから金は持ってきてんのか。ちょっと一回
あれステージ戻っていい？あと3つだね。あのおじいちゃんでまだ何かできると思う。あ、はいはいはい、オッケーオッケー。じゃあまずちょっと風船渡していこうか。あのおじいちゃんでさ、絶対何かできる。もう一つエンド。だってアイテムとしてゲットできるからね、おじいちゃんのこと。おじいちゃん、あ僕お兄なんですって。あ、どういうことだこれ。さっきのはあれかな、もう僕鬼だから、はい、おじさん捕まえたみたいな、おじさんも強制的に鬼ごっこに参加させたみたいな、そういうオチかな。ほんと惹かれてんな。いや、あと2つだね、エンド。グッドエンドと、まあ、ちょっと残念エンド。どうやって回収すればいいんだろう。あのレモネードまだ関係あるのかな。なんか関係ありそうだよね。お、ここ外れるのも多分関係あるんだろうな。どうすればいいんだろう。わからんね。あ、ちょっととりあえずおじさん、おじさん呼んでみる。あ、わかった。おじさんにレモネードをおごるとか。さ、どうできんのかな、そんなこと。ちょっとおじさんに、あ、ダメだ。おじさんを帰らせないとレモネード屋さん来てくれないんで、言いにくい、レモネード屋さんって。私の地元にもさ、レモネード専門店あるんだ。あ、ごめん、この前潰れたんだった。うん、つい最近潰れたんだった。すっかり忘れてたわ。これをサイコくんに渡したらエンドになっちゃうから、また返す。返品します。あ、飲む？ぽっくん。そのさ、うさぎのぬいぐるみくれよ。ね、ねねちゃんのぬいぐるみみたいなやつ。おい、夢を壊すんじゃないよ。せめてこの兄弟がいなくなってからかぶり物取ってよ。あ、臭そう、この着ぐるみ。あ、なんもない。かぶさ、おー、いった。あ、かわいい。でも臭そう、中。いや、戻り方。はい、捕まえた。あ、これハッピーエンドっぽいな。あ、待って、これ来たんじゃない？回収できたんじゃない？二つとも。あれ？クリアできてない。あ、できてるけど、エンドがもう一つか。あ、銀の縁のシール手に入ったから、クリアしたかと思った。なんだろう、あと一つ。あ、待って、ただタップするのやってなくない？あれ、サイコ君をただタップするだけのやつはやってない気がする。あ、これやってない。え、なにこれ、どうした？帰った？もしかして。お前、スイッチ大好きかよ。わー、ポテチいいな。あ、もうオレンジジュースも好きなんだ。なんかそこはブドウジュースにして紫統一してほしかったところもあるけどね。あー、いや、てか帰んな、普通に。あー、楽しかった。なんか今のステージ楽しかった。全部楽しいけどね。じゃあ28、空想の友達2。来たな。これ、いつだっけ？この前やったよね、空想の友達。なんか増えてんな、空想。え？怖くない、この世界線。え？ただサイコ君をタップすると、え？君鬼ね。僕鬼？うわ。あれ？友達がいる。友達タップしてみた。あ、こっちおいで。うわ。待て。怖いわ、これ。いや、ぷくぷくしてるし。え、怖くない？なんか夢落ちでも怖いんだけど、うなされてるでしょ、これ。え、サイコくんの心の中みたいな感じなのかな。真っ白な世界なの、これ。こっち多分行っちゃダメなんだね。じゃ、サイコくんをタップするとどうなる？お、なんもないね。じゃ、こっち行ってみようか。あ、マドンナちゃんだ。やっほー。え、かわいい。こんな笑ってる。ん？あ、僕を描いてくれんの？ありがとう。え、なに？消えたんだけど。うま。何？絵の中に閉じ込められたの？怖すぎだって。怖いって。え、待って。どうすればいいんだ？あ、足元タップした。影タップしたら、あ、なんか出てきた。さっきの分身。え？あ、いたーみたいな感じ？え？あー、寝落ちか。よかったー。あ、大丈夫？ああ、よかった。でも、そう、本当に怖い夢だったね。あ、バイバイってしてる。いや、これでサイコパスな部分なくなって、普通の男の子に戻ったとかだったらいいんだけどね。ああ、クリア、よかった。
あ、これもしかしてエンド回収した？青シエも OK。 やった、クリアした。空想の友達2。え、ちょっと怖かったな、鳥肌やば。ホロニカバレンタイン。え、待って待って、マドンナちゃんと一緒に作ってんじゃん。いや、マドンナちゃんからもらったっけ、これもう本命でしょ。勘違いやろう。あ、これこの前のオムライス作った時と一緒だね、パスタとか。あ、なんだこれ。あ、ここに、あれ、これ何、虫眼鏡これ。え、なにこれ、何すんの、フライパンかと思ったけど違うんだ。何何、虫の観察。虫の、あ、違うかもな、これ太陽の光集めてアリを焼き殺そうとしてんじゃない。いや、ありえるな、ほんと最高野郎だな。あれ、何も入ってない。これはハートの方、ただタップしよう。じゃあ普通に作ってみる。あ、いいじゃんいいじゃん。なんでだよ、なんで鍋に、てか鍋に直接チョコ入れんなよ。またこの曲、なんでさ黒くしちゃうの。え、これやばい、ハッピーエンドがわかんないぞ。やべやべやべ、わかんない。あ、ちょっと一回ステージ戻っていい。あ、あと2個か。オッケーオッケー。多分だけど、あの虫眼鏡を他になんか女の子に渡すとか。なんだろう。あ、見てみる、ここ。あ、来た来た。え、ミルク 80%、 カカオ 20%。 あ、何これ。あー、わかった、この黒くしたっけ正解なんじゃない。さっき黒いチョコできてたから、だからホワイトチョコ作ってみる、あえて。あー、すごい。なんで黒くなる、焦げてるとかそういうレベルじゃないよね絶対。マドンナちゃんも気づいて、ほんと肩に流し込んでる時に、あれなんか黒くないって、ホワイトチョコレートから作ったのになんでこんな黒くなってんのって突っ込んで、マドンナちゃんお願いだから、ほんと。あ、え、これダメ、これ多分ダメ、 CM か。ねえ、ちょっと物騒なゲーム始まったんだけど、やだやだやだ。これにしてみるよ。さあ、ダークチョコレート、これ多分成功なんじゃないかな。どう、だってもうダークだもんね。味は保証できないけどね。どう、いいんだいいんだ。え、なんで割るの。あ、いや、ちょっとそれは、え、かわいそうだ、こう、マドンナちゃん違うって、それは。あ、ダメなんだ。え、なんか惜しいとこまで行ってる気がする。多分ダークにするのは当たってるのか。どうすればいいんだ。2個作るな、2個作るな。あ、間違った、ダークにして、これでスタート。これ来たでしょ、これ絶対来たでしょ。で、仲良く2人で食べんの、なんだそれ、リア充じゃねえか、リア充サイコボーイじゃん。これ来たね、一緒に食べるんじゃない。ちょっと、かわいい。あ、食べはしないけど、あ、食べてる。いや、待って、これ惚れただろ、 CM だろ、なんてことしてんだよ、かわいそうだろ。何これ、何すんの何すんの。いや、ちょっとグロすぎ。あ、そんなことじゃ死なねえぞってこと、これ何。ね、ちょっとごめん、スキップする。なんかさ、潰された時にさ、目がなんか小豆みたいな目が飛び出るの、ちょっと気持ち悪すぎたんだけど。待って、最高の日、わー、これなんかいいエンドっぽいね、最高の日。今日誕生日とかなのかな。あー、誕生日なんだ。マドンナちゃんも来てくれてる、プレゼントちょうだい。あー、ハンカチ、おい、お前嫌われろ。嫌われてくれ、お前みたいなやつは。しかも紫ってセンスあるね、フリルで可愛い。男の子でフリルのあれ使うかな。なんだこれ、風船なんで揺らぐの、こんなに。てか時間結構7時過ぎなんだね。サイコくん、あ、なんだこれ、マッチ、マッチ、あ中生チョコなのかな。クマさんのケーキ美味しそう、一人で食べんな。あれ、ってかイケメンくんどこ行った。イケメンくん、まさかイケメンくん来てないの。やっぱ お前ほんとイカれてる野郎だから、お前とはやってらんねえわってこと。お前の誕生日会誰が行くかよみたいな、そういうことなの。ほんと
あ、てか君緑くんのプレゼントは？え、トロフィー？え、いや、飲むかな、それに入れて。なんでそれに入れたの？その黄緑の飲み物何？ガブ飲みメロンかな？なんだっけ、ガブ飲みメロンっていう商品なかった？あ、あと1個か。なんかあの風船が揺らぐのがすごい気になる。これ、なんでこのゆらゆらすんの？ん？これ使えそうだな、やっぱり。ちょっと違和感あったもんな。画鋲で風船を刺す。あ、イケメンくんいるじゃん。あ、これ使って。ありがとう。優しい。あ、すごい。しかも本格的なんだけど。ちょっといいエンドじゃん。ね、花火さ、これ用意してくれたって何十万かかんのよ、これ。サイコボーイの顔でお願いしますって花火職人に頼んだんでしょ。よかった。いいエンド、いいエンド。やっぱこの子らは友達なんだね。CM なんだね。やった、クリアした。いよいよ最後だね。サイコ店へご案内。サイコ店。なんかあのイラストと、活かしたいイラスト描くもんね。え、大人になった。え、画家になったので、個展開くまでになったの。あ、スポイト、あ、青のあれがないってこと。ん、どうすればいいんだ。あ、来た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 。適当にやってたら来た。え、なんかおしゃれじゃない。スポイトでお空の色をスポイトで撮ったんだ。うん、ちょっと非現実的だけど、これでいい。あ、これ渡せばいいの。相変わらずのイラストだね。美人美人。これマドンナちゃんを描いたの。相変わらずだな、ほんと。あ、水、あ、これに入れて、なんだ、こっから取るんじゃない。あー、なんだよそれ。あ、こっちに渡すのね。黄緑くん。イケメン、イケメンなんだけど。で、イケメンくん、ピンクから取って、チューリップから取って、ピンクを。で、ひどいな。あー、かっこいい。おい、お前は、全く、みたいな。てか、サイコくん何も変わってないな。Love yourself as you are. あー。終わり？うわー、待って、やばい。何このエンド。ちょっと、なんかすごい。過去に出てきたさ、キャラクターいっぱい。何これ。ちょっと待って。いや、終わっちゃった。コンプリート、125枚。これちょっと後で、動画終わってから、ごめん、ちょっと泣きそうになっちゃった。なんですぐ泣きそうになるの、私。ゆっくり一人で見たいと思います。これちょっと見とく？友達、いいエンドやで。ちょっと黄緑くんひどいな。いや、みんななかなか個性的だけど、黄緑くんちょっと。いや、まあいいよ。らしいらしい。憎めないあいつ。結局ね。嫌いになれないんだ。まあそうだよねな。私もなんだかんだ、ほんと最高野郎だなっては思うけど、嫌いにはなれなかったわ。じゃあ、サイコボーイ、本日で最終回。いや、楽しかった。本当に楽しかったし、ちょっといいエンドだったね。お母さんもいいキャラしてて、お父さん結局後ろ姿しかわかんなかったね。じゃあちょっと皆さんもね、ぜひやってみてください。すごい面白いので、やりがいあると思う。私の実況見た後でも十分一人でも楽しめるゲームになってるので、ぜひぜひぜひ。じゃあ、よかったらね、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。さよなら、グッバイ。じゃあねー。